はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドの動画になっておりますけどもね、しょうもないのみ動画をつけていただいております。 P さんです。どうもお疲れ様です。いやー、 P さん参ったねこれね。ちょっと動画をねお休みさせていただいてます。はいはい、あ、電話が壊れたいや、電話が壊れたのかな。なんかね、引き込んでる電話の回線がダメになったのか、はい、まあモデムがダメになったのか、今ね修理の業者さんにお電話してますけどね、はい、絶望的ですね今ね。月曜日に回収、はい、これだから今ねスマホで動画を撮ってこんなんやったことないよね。あげられんのかな。で、今、現状お店ではそのネットの回線が機能しないので動画上げられないから、はい、お家帰って Wi-Fi つないでこの動画が上げられれば上げようかなぐらいの感じになってますけど、まあ上がったらいいっすねいやそうなんだけど、そのなんか週明け月曜日にね、NCC さんが修理来てくれるっつうんだけど、はい、まあ、そこで復旧すんのかな、どうなんだろうな。いや、ぜひ復旧させてもらう。そうなのよ。ただその工事の日程言われた時に月曜日ですよ、何日なの3日の月曜日って言われた時にブチ切れそうだったんだけど遅くねはぁーって言いそうだったけど、いや我慢我慢ね、ここでブチ切れたってろくなことないよっつって、さすがだね、ここはなるべく最速でお願いしますって言ってね、冷静に。だからうちなんかほらゲリアニのさ、パソコンとかこういうの詳しいのがもうお手上げってサジ投げた案件だから、もうしょうがない、もう引き込んでる線とか ね、まあモデムとかの基本的なことだろうから、まあ修理屋さん頼みですけど、まあそれはね、もうプロに任せた方がいいです。いやどうもすんません、本当ちょっとね配信の方も滞ってね、なんだろうね、店頭でスイッシュがお買い上げいただいて、そのご紹介の動画なんかもあの P さんと撮ったんだけど、それもちょっと今アップできない。そうですね、例の動画ね、うん、はい、でターさんもこの間あのカネゴンツーリングクラブのね KTC の立ち上げで行ってた動画もアップできない、ね、もう素材はもらってるんだけどね、はいはいはい、ちょっとネットの方がお店の方がね、復旧しましたら随時上げていくというような形で考えております、はい、もうネタ溜まっちゃってしょうがないですじゃんじゃん行きますけどね、はい、でまあ今現状ねこれがアップできんのかな。で、あのお店の方も、はい、まあ、模様替えの方も進んでおりましてね、ちょっとこの辺ブリーンつってこれ、あ、変えられねえのか。でこうちょっとこうトゥ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 これね、お店の中の模様でででーん、あ、全然わかんねえわこれはダメだ、うん、で、皆さんご存知ですかね、今うちの方でカブトムシ企画やってましてね、今日これがアップできたとすれば明日土日ね、はい、ツイッターの方チェックしてもらえるとわかると思うんですけど、そのカブトムシがねいっぱいいます里親募集中なので虫かご持ってきてもらえるのがベストなんだけど、あれですか、いや、まだ結構わんさかおりますんでね、最悪はねちょっと僕の方でこう養生して袋に入れてとか、もう最後数少なくなってきたらもう虫かごごとお渡ししますんで最後手段を選ばず一匹の死者も出さずに終えたいと思ってますんで、いや大変なの、餌代が意外なほどゼリーの減りが早い早いあいつらよく来るすげえんだよ。でもさ、なんか元気なやつら喧嘩してるしさ、もう仕事は手につかないわけ。でもなんかもうあのオスとメス一緒にしてるところはなんか行為が始まっちゃったりしてるからさもうちょっとさ、子供たちも見てんだからさみたいなさ。なるほど、そんなことで子孫を残す行為が始まらないよね、ワンちゃんがやっておりますんでね、すいません、ちょっとねネットの方が復旧次第、
いろいろ溜まってる動画もやっていきたいと思います。はい、で、ご心配いただいてる方なんかいらっしゃらないと思いますけどね、すいません、ワイツファクトリー動画どうしたんだという方いらっしゃいましたら、はい、まあ、ちょっとネットの関係が、ね、そうですね、アップできない感じになっちゃってるんで、復旧次第またいつも通り動画の方をお送りしたいと思っております。はい、でこの間ツイッターの方でペロッと言っちゃったんだけど、8月の8日火曜日ですね、ちょっと僕富士スピードウェイのカートコースの方へ、いよいよまあ1年ぐらいまた空いちゃいましたけどね再び不死鳥のごとく、サーキットの方へ、まあ、GSX-R125 富士スピードウェイカートコースの方でね、練習の方やって行きたいと思います。あ、もちろんカメラ担いでてね、動画撮ってきて皆さんにこう面白おかしくご報告できるようなものを、撮ってこようと思ってますんで、そちらの方もいつアップできるか分かりませんけどもご期待くださいというようなことになっておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、はい、B さんの方から何かありますか、告知宣伝系と。告知宣伝は、はい、特にはないんですけど、ございません。はい、はい、ありがとうございます。この企画、はい、曇りなきまな子で見届けをまた次回、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。止め方がわからない